どうもカマです。マナーロード実況パート14やっていきましょう。アップデートが入りました。今回のアップデートは新機能というよりは今までの、バグ修正とかそういうのが中心で、なんと大小合わせて55個もね更新されているということで、私の今のゲームプレイに関係するところをピックアップしていこうかなと思います。まず、一番これが私嬉しいのが交易関係が改善されました。こういう馬はいいや、ラバーはいいんですけど、あの徒歩で交易している人、地域間交易ね、例えばこれもそうですよね、鉄鉱石と肉を交換している人、今まで1個ずつぐらいしか運べなかったのが最大5個ずつ運べるようになったということで、なんと輸送力5倍になりました。これは大変嬉しい。だって1個だって全然だもんね、あっという間になくなっちゃうから。で、あと交易上のくっそ高かった新規交易路開拓が安くなったらしいですよ。あ、めっちゃ安い、めっちゃ安い、520、390、くっそ安い。あー嬉しい。これ前まで 4,5 千円だったからね、めちゃめちゃ安くなったね。あ、ほらすげー安い、うわー10分の1以下だわ。まあそうだよね、これも高すぎたんだよ、あれは払えない、嬉しい。あとお金絡みのところで一つ、はい、王室税が安くなった、王様改心したいやちょっと取りすぎてたかなみたいな感じでね、半分ぐらいだったかな。これで従者のね準備もすごくしやすくなったね。で、あとそっか、従者で思い出したんですけど、ここの、部隊数が今まで最大6部隊だったんですよ。でもその6部隊の中に従者もカウントされてしまっていて、今私持っている民兵、従者以外のね民兵が4部隊しか持てなくて、まあ今これ全部で7部隊いるのは、従者は邸宅立てればどんどん増えていくから、そこだけはあの6部隊のカウント、あの限度をね突破することができるんですけど、今回のアップデートで民兵だけで6部隊持てるようになったらしいですよ。うん、ちょっとこれ後からやりますけど、なったらしいですよ。とても嬉しい。戦力シンプルに増強だよね。全体的に遊びやすさ、今までちょっとこの要素はきついなーって思ってたところが、緩和された感じの修正アップデートになってるようなので、買ったはいいけれども少し難しいなーって、放置してしまっていた人とかいれば、もう一度ちょっとねやってみてもらえればなーと思ってます。さあ、ということで、このアップデートのおかげで多分かなりやりやすくなったんじゃないかなと思うんですよね。経済面でも、軍備面でも。その勢いを持って、あと3つの、このヒルデ・ボルトさんが持っているね、他の領主がこのヒゲ面のおっさん持っている3つの領土を奪い取っていきましょう。このシナリオの目的が、すべての領土を保有するっていうのがね、最終目標なので、それを満たすべく、今回、パワーアップさせて、やっていこうかと思います。こういう新しくね、前回もぎ取った領土とかに入植してもまあいいかなと思うんですけどね。うん。ちょっとそこら辺ですね、開発進めながら占領していきたいと思います。ということでやっていきましょう。さあ、ということで、今経済的に困ってるところはあんまりないのではないかなと思ってます。まあ支持率がちょっと低いのはあるんですけど、そうか、だから金そんな稼がなくて良くなったのかな、もしかして。お金すごい増えていきません？あ、増えていきませんっていうか、王室税半分だったからさ、今必死こいてあの金を確保するためにさ、地下税 20% してるけど、これ 10% でいいんじゃないか。そうすれば好感度も 50% 以上に上がってほしいな。上がってもらえばまた人口も増え出すからね。ちょっととりあえずゴルドーホフだけそうしてみようか。で、新しいこのセルビッツ、ここ入植してみようか。すぐ隣のね、ナスロロヘかわかんないけど、ここを占領する弾みをつけるためにね、前線基地として、作っていこう。入植者キャンプ250国庫でいける、大丈夫。セルビッツもね、ほら、あの豊富な動物がいる、うん、あと豊富な粘土があるんだな、ここな。粘土か、まあ屋根材にして売れば儲かるからな。置いていきましょう、入植者キャンプ。はい、まあこれはまだアップデートされてないから作れないのかな。農業、林業、工業の集落とかね。はい、定住。あ、めっちゃ街道路の上になっちゃったもうやらかした感はあるけど、まあいいでしょう。まあとりあえずね、最低限必要な伐採場とかね、
作っていきましょうか。あとはお肉確保のために狩人の野営地を敷いてあげると。よし、こっからスタート。あとそうだ、アップデートでね、このアイコンが追加されました。チェックが入ってると、この狩人の野営地の担当する家族の中から市場に店を開くっていう、これをチェック外すとお店を開かないらしいですよ。多分使い道としてはもう狩人は狩人だけに専念してくれっていう、商売しないでくれっていう、そういう時に多分チェックを外すんだろうなと思うんですけど、まあなんかあんまり今のところ使い道がパッと思い浮かばないな。はい、伐採お願いします。市場を作ってその近くに家を置いていく。まずは人口を増やさないとね、新しい仕事できないから。そういえば農場関係にもアップデート入ったらしいんですけど、なんかね、収穫量が増えるのかな、収穫量が増える代わりに作物の成長が遅くなるみたいなこと書いてあったかな、そんな気がする。まあこれは実際にどれぐらいの量を取れるか見てからだね。9月お楽しみに。セルビッツはどうですか、肥沃度高いのかな。よっ、あー、いかんですね、これは。小麦この辺りだけか。あー、ここは全然カラッカラの大地って感じ。甘、あ、全然。大麦、あ、ダメダメ。全然ダメだね。あ、そうだ、水だな。水を確保しなきゃいけない。え、待って、この辺り水、あー、あるあるある。ちょっと集落から遠いね。ここら辺全然ないんだ、お水。結構きついな、それ。遠いわ。はい。これ人もね、地域間で移動できるようになったらすごくいいんだけどね。この辺は同じ領主なのにね、領地の間の行き来はあんまないのか？なんかちょっとしきたりが違うとかなんかあるんですかね。ちょっとそれはそれでどうなんですか？そんな縦割りの社会嫌じゃないの。もっと行き来していこうよ。もしまたでかい家作るか。うん。いいですね。よし。庭を広く。野菜を育てる。で、小さい家も鶏小屋とかですね、そこら辺を設定していこうか。ヤギ小屋、はい、食料庫と倉庫を作って、で、あとこちらは小引き穴と木こりの小屋、これ薪だね。あ、もうできたか。これ一人割り当てます。やっぱ薪がないとね、夏でもさ、燃料で使うから。さあ、好感度がまだ 50% いってないんだよな。やっぱりこれあれだな、教会作んなきゃダメかな。はい、あ、もう早速恐竜1レベル上がったね。あー、最初こんな簡単に上がるんだ、ほんと嬉しい。ここはどうしようかな。まあ今までやってなかったのやっていきたい気もするけどね。リンゴからのライ麦いこうか。うん、そうしよう。まずじゃあリンゴ、はい。じゃあ今作ってるこのでっかい家はリンゴ農園にしようかな。野菜って思ってたけど、リンゴ、あれ、リンゴ、あ、お金がないのか。あー、50かかるんだ。まあ、25しかない。あー、そっか。じゃあいいや、じゃあ野菜にするか。くそ、金を稼ぐには交易所か、生活価格をレベル2にするかだね。まあ、手っ取り早いのは交易所かな。若干端っこの方に。さあ、その頃、これは豊富種鉄店。豊富種鉄店は、はい、交換の57だね。家族が増えていくはず。で、ここは、特に困ってはいないかな。うん、物資も潤沢。地域の資産がないけれども、まあ、別にいいかな。ここは、9月の、農場からの収穫が楽しみですね。で、ゴールドホフも好感度を 50% 超えたね。よし。嬉しい。これで人が増えるはず。で、交易路安くなったから、ゴールドホフで今ダブついている槍とか鉄兜とかね、わざわざホフしてって持っていかないで、ここで売っちゃってもいいんだけど、そっか、その前にあれだ。民兵増やそうか。ここで増やせるか、ゴールドホフで。あ、いけるね。まだ54人空きがあるから、じゃあ、
ゴルドホフか。ゴルドホフがいいのかな。セルビッツはまだ時間かかるよね。うんね、まだ時間かかるから、セルビッツはちょっとまあ、本当はやりたいけどね、セルビッツでね。置いといて、ゴルドホフで、一部隊作ろう。槍兵か？いや、早くこの辺り欲しいよな。これ、クロスボウかな？ね。あとこれなんかすごい槍あるけど、ちょっと早く実装してほしいな、ここら辺な。長槍、長槍か。長槍作ってもいいですけどね。はい、じゃあ長槍。行きましょう。で、セルビッツ交易所ができましたので、なんか売ろうか。なんか売れ物あるかな。皮が多分売れるんですよね。生皮か。生皮4で売れる。うん。あ、てかそもそも、どっちにせよダメか。交易路が開けねえや、まず。じゃあもう問答無用でレベル2にするしかないのね、区画をね。はい、わかった。はい、わかった。じゃあとりあえず、境界建てとこうか。な。はい。すごい、よく見たら、境界の周りの木の柵とか全部ここに置いてあるんだ。前からこんなだったっけ？あー、絵になる。本当に。美しい。動く絵画。よし、できた。教会完成。まあ、人割り当てなくてもいいかな、ここはまだ。うん。これはね、死者が出た時に葬るための墓守だから。いらんかな。さあ、これで多分、じわじわ好感度上がってくれるはず。待ち。で、9月になったので、ホフシテッテン、借り入れ時だ。あ、タブキー押すと、どれぐらい収穫できるか書いてあるね。これ、大麦だっけ？大麦めっちゃ取るんだな。56？ で、アマ51、大麦58、小麦75。うんうんうん。こっちもあるからね。大麦だらけ。今季は大麦だらけなんだな。うん、まあ、輪作してるからね。しゃあないっちゃしゃあないんだけど。もっと小麦取ってほしいけどね、できれば。さあ、収穫お願いします。間に合うかな？結構な枚数があるからね。今、合計6人借り出してるけど。はい、あ、でも、意外と収穫早いな。おー、やってるやってる。いいよー。ほら、増えてってる増えてってる。小麦112か、いいね。全部収穫したものを、荷車で持ってってくださいと。すごいすごい。人いっぱい。やばい。早くしないと12月になっちゃうよ。早く種まきしちゃって。これ最後かな？他は終わってる臭いもんな。うん。ここやってください。で、脱穀ももうやってますかね？あ、やってるね。穀物になって小麦粉にもしてる。であれば、農場主の家ちょっと減らして、一人だけにして、その分、風車と、共用オーブンに割り当てたい。どこだったっけ？これか。よし。パン。さあ、ゴルドホフで長槍どうなった？あ、もう48個もできてる。すごいね。あっという間にできるもんだな。じゃあ、1部隊追加しましょう。長槍部隊、久しぶりだな。はい。よし。あ、待って。ギャンベゾン来てない？ 16 って。マジか。ギャンベゾン来てるぞ。え、あるんだ、ギャンベゾン。うわ、すげえある。74。嬉しい！やったー！ずっと作れない作れないって言ってたギャンベゾンがついに知らないところで作られ始めてた。2年がちゃんと運ばれてきてるってことですよね。うん、あ、嬉しい。じゃあ今度は携帯武器作ろうか。はい。歩兵部隊を作りたい。セルビッツ生活価格レベル2にするためにあと1個食料種類必要だから、今肉は取れてるね。肉だけしかない。で、冬だから、ベリーもないから、ホフシテッテンからパン持ってくる。今、それぐらいしかないな。パンを輸入。10個ぐらいでいいかな。で、ホフシテッテン側で、ホフシテッテン怖いんだよね、でもね。また渋滞しそうで。さあ、コッコもめっちゃ溜まってるね。3800だって。すごい量。これ、注射、まだパワーアップできたっけ？まだ、あれだ、24に揃えられてないやつもいるのか。でも、防具もガンガンアップグレードしちゃっていいんじゃないですか。ねえ。金ならある。アップグレードすると、
攻撃力は上がるんだけど、多分ね、移動速度が下がっちゃうんだよな、これな。よし、完全フル武装。これは硬いぞ。だから移動が遅いから、この次に取るここの領地宣戦布告する前にあらかじめ従者移動させといた方がいいね、こっち側にね。うん、そうしよう。よし、パンが来たね、セルビッツ。アップグレードしましょう、レベル2やっていく。オッケー。これでじわじわと地域の資産が増えていくはず。お、また上がりましたね。じゃあ次、ライ麦の栽培行こうか。これ初めてだね。ライ麦は痩せた土地でもよく育つんだって。やりましょう。どうなんですか、ライ麦の威力見せてもらおうじゃないか。ライ麦の肥沃度、はい。あ、うん、うん、あ、まあ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 、そうだよね。エンマー小麦が全然だもんね。ライ麦の方がだいぶいいよな。なるほどね、こんな感じ。道路を1本引いて細長いの作ろうかな。合計3つぐらいあるといいかな。うん、おお、すごい、ライ麦 100% だって、肥沃度すごっ。これ輪作どうなんだろうね。小麦も取れるちゃ取れるんだよね。ライ麦、小麦、休館にしとく。あ、大麦いってもいいか。とりあえずその組み合わせで一回いってみますか。できればずらしたいな。こっちは小麦、大麦、ライ麦。うん、こんな順番でいきたい。さて、どうしようかな。一回ちょっと攻め込んじゃう？ここ。ぬすろへ。読み方わからんけど。ここ、行っちゃうか。まあ、メインでいっぱい兵抱えてるのはゴールドホフでしょ。で、ワールドブランドもちょっといる。この二つ、ホフしてても一部隊いたかな。そっから、ここに、行きましょうか。セルビッツはもうちょっと準備に時間かかるからね。待ちです。4月だから、まだね、収穫時期にはなってないんで、今なら、そんなに人でなくなっても大丈夫なはず。よし、みんな、出兵だ。すごい部隊数。8部隊か。直接敵領土に集合できないから、隣のセルビッツのキワッキワのところ。はい。まあ普通はね、こういう動きを見て、敵の領主とかも、あ、なんか敵が挙兵したぞって言って、自分たちのね、兵もこうやって準備したりするんですけども、まあヒルデボルトさん多分アホだから、うん、そこら辺気づかないから、ぼへーっとしてるだけだからね。おっと、空腹状態の家族がいるだって。やばい。あー、お前らか。腹減ってた。しょうがない。ちょっと、頑張って戦おう。勝利という名の美酒に酔いしれよう。うん。さあ、ということで、じゃあ、行きたいと思います。影響力は5000もあるからね。はい。この、ナス、ローヘイかわからんけども、影響力で選挙。はい。まあ、当然、また、戦いが始まるんでしょうね。さあ、今回の戦場はどこかな。はい、あそこ、いいところですね。さあ、敵はどこから来るんだ。それによってこっちもどっちに向かって、ああ、はいはいはい、そこから来るのね。了解、わかりました。メッセージも来ましたね。取り下げません。変身する、取り下げる気などナッシング。よし、いつもの通り俺は奪い取る。とりあえず、従者を、全面ね。で、槍兵、長槍兵、その後ろに、どこら辺だったっけ？よくわかんねえや。こんな感じで。で、弓兵は、さらにその後ろと。よし！みんな行くよー。あー、いいね、この足音。足音とこのカチャカチャっていう、金属の音、たまらんな。さあ、だいぶ人数多いよね、こっちもね。全部で何人いるんだ ?250 人ぐらいいるのか。敵戦力は、いや、弱いなー。山賊、従者、弓兵、歩兵、歩兵か。人数も少ないね。うちの半分ぐらいかなー。まあ、勝てるでしょう。みんな頑張るよー。戦闘開始。さあ、来るぞ。お前らどっから来んだ？あ、横から回ってくる感じかな？こっちの山賊。あ、
飛ばしてきましたね。こっちもじゃあ突っ込むか。行くよ。で、九兵はこっち側からかな。このちょっと山賊嫌だから、こっち側から行きましょう。はい、行って行って。敵の従者を飲み込め。行け行け行け。あー、やっぱ横から来たね、山賊。じゃあ誰か一体、槍兵とか行かせようか。そう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 。OK。これは任していいね。で、こっちはもう混戦ですね。射手は撃ってる？撃ってね。この自由射撃して。はい、勝手におのおの撃って。撃ちたい時に撃って。よし、逃げてった。じゃあ、この槍兵は、こいつらやって、もう毎回遠くからチクチクね、うざいから。こいつらやっちゃってくださいよ。わい、わーって逃げる。わー追っかけろ、追っかけろ。あ、ちなみに、今回入ったアップデートで、射手がね、9兵強くなったらしいよ。すごく。矢の届く距離が 1.5 倍になったらしい。相当強いよね。で、ダメージもね、上がったんだって。かなりお強くなりました。早く追っかけて追っかけて。もう全然逃げていく。もうこれ円の外出ちゃったけど大丈夫？戦場の位置からどこまで逃げるの。よし、追いついた。オッケーオッケーオッケー。よーし、これは勝ったでしょ。はい、勝利やった。勝ちました。あ、いいんだね。あの、全部円の中で勝たなくても、多分敵を全滅させたタイミングでこの元の円の中に自分の軍がいればいいんだ。オッケー、やった。これで、夏露兵ゲットです。ここは、お、いいね、鉄を取れるね。まあもういいかなって気はするけれども。さあ、これで残りは2つか、領地ね。はい、この2個を占領すれば勝ちですと。まあぶっちゃけもうさっくりいけるとは思うんだけどね。例えば腹減ったって言った人どうなった？大丈夫？ああ、食料2になったね。なんとかなりそう。よかった。おっと、セルビッツ食料なくなった。嘘。あれ？あー、出兵しちゃったからか。野生動物取れなくなっちゃったんだ。ハンターいなくなった。もう1家族割り当てよう。で、ベリーも今取り、あー、まだ取ってなかった。家族いなかったからだね。取りましょう。薬草園はいいや。あ、お金126になったね。これであれじゃん、リンゴリンゴ。リンゴ園作りたいな。今菜園にしてるけど。じゃあ菜園は菜園でいいや。リンゴ園の家もう一択作ろうよ。あんまでかくしすぎるとね、耕しきれないから。あ、でもリンゴ園って耕す必要ないのか。え、じゃあもしかしてすげえでけえリンゴ園作れる？こんぐらいでかいやつ。え、でかすぎ？いや、いけるはずだ。はい、早く狩人、ハンティングしてハンティング。行商、いや、では、輸送とか言ってけど、もっとハントハント。そう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 、いったいったいった。やってやって。やばいから。あ、オッケー。やった。危ない危ない。まあセルビッツはね、今ほらライ麦畑とか作ったから、これが出来上がって軌道乗れば食料は安定かなという気はしてますね。と、はい、というところで、じゃあ今回こんなところにしましょうかね。新しい領地をゲットしました。そしてセルビッツもね、入植して人口36人まで増えたね。うん。あと、あの、アップデートで交易がすごくはかどるようになったっていうのが、あんまり実感は正直湧いてはいないけれども、でもギャンベゾンがね、作られるようになったから、それがやっぱりアップデートの効果なのかなーって気もするね。うん。次回はね、これ軌道に乗せて、さらに、残り2つの地域をゲットして、全面統治していきたいと思います。次回最終回かなー、とりあえず。うん。で、予定です。はい、ということで、じゃあ今回ここまでにしましょう。久しぶりに領主視点で。はい、よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。あー、すごい、野菜畑とかこんだけたくさんあると壮観だね。はい、じゃあまた次回実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。